さあ、はい、嬉しい。晩ご飯の時間がやってきました。嬉しいですな。今日の晩ご飯は富士山麓もやし。もやし炒めです。寂しい。寂しい。ただそんなところに一つま。ジン。静岡といえばハイラーメンで。ハイラーメン。懐かしなるまるちゃん。これ静岡でしか売ってないそうなので買ってみました、はい、見たことないね、大阪で。なんすかハイラーメンって。ハイラーメン楽しみだね。ラーメン好きの父ちゃんとしてはね、めっちゃ気になるんですよこれ。ちなみにコハちゃんは静岡県産のちょっとお安くなったメバチマグロのお刺身でーす。ね、ーチンしまーす。チンします。チンします。メンマは自分のせいだよ。もう焼き豚も乗せる。うん、焼き豚も乗せないし。焼き豚もメンマもあるんですけど、うん、ほんとね、うん、まあ、はい、あっさりっぽいね、うん、なんかお出汁見ててもこんな感じですよ。はい、はい、マグロです。おかきれぐらいちょっとやって切るよ。うん、イエス、食べます。いただきます。これです。どう？どう？美味しい。こいちゃん美味しいね。はや、すげえの。こいちゃんすげえのよ。美味しかったです、はい、今日もごちそうさま、はい、ごちそうさまでした。はい、おばちゃんがウキウキ。また変化しました。これより十国峠山麓駅を後にいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいよ。マウント富士です。マウント富士見えたね。マウント富士見た。よいしょ。いただきます。いただきます。もう食べてるやん、うん。
見てこれすごくない？美味しそう。これなんかね、そう、ごめんね、ちょっと冷めたかもしれない。塩とうどんも美味しそうです。こうちゃんはお待たせしました。富士の宮焼きそば、本物食べます。お昼ご飯食べたのにカロリーゼロです。どんなカロリー計算。美味しかったね。俺らも美味しかったね。美味しかった。こさん食べちゃいました。よくな。本当にね。でも魔界の牧場にちょっと行くのをやめたので、これは食べとかないと帰れないんじゃないかと思いまして。よくな。こうして親父はまた太るのでした。みんなで来たね。何で戻ってくるの？